トーマス・ジョン・ワトソン・シニアは、インターナショナルビジネスマシーンズ社の初代社長である。厳密には、同社の創立者ではないが、1914年から1956年まで、IBM のトップとして、同社を世界的大企業に育て上げた人物であり、実質上の IBM の創立者とされることが多い。IBM 独自の経営スタイルと、 企業文化を生み出し、パンチカードを使ったタビュレーティングマシンを主力として、非常に効率的な販売組織へと成長させた。叩き上げた一流の実業家であり、生前は世界一の富豪として知られ、その死に際しては世界一偉大なセールスマンと称賛された。トーマス・ワトソンとジェイン・フルトン・ホワイト・ワトソンの唯一の息子として、ニューヨーク州キャンベルで生まれた。 上に4人の姉がいる。父はニューヨーク州の南部中央、エルマイラから西に数マイルのペインテッドポストで農業と林業を営んでいた。ワトソンはキャンベルにある一家の農場で働きながら1870年代末頃に近くの小学校ディストリクトスクールナンバー5に通い始めた。10代になるとアディソンのアディソンアカデミーに入学している。 職業教育を1日で放棄したワトソンは、エルマイラのミラースクールオブコマースで1年間、経理とビジネスのコースを取った。1891年にその学校を退学すると、ペインテドポストの商店、クラレンス・リズリー、S マーケットで簿記係として、週6ドルで働くようになった。1年後、近所の金物屋の作ったオルガンとピアノを、 行商していたジョージ・コーンウェルについて行商するようになる。これがワトソンのセールスマンとしての原点である。コーンウェルがこの地を去ると、ワトソンは一人で行商するようになり、週に10ドルを得るようになった。その2年後、委託契約なら、週に70ドル稼げることに気づく。この発見の衝撃は大きく、行商をやめて、近くの大都市バッファローに出ることを決意したほどだった。 バッファローで短期間だけ、ウィーラーウィルコックスのミシンのセールスマンを経験。トーマス・ J ・ワトソン・ジュニアの自伝には次のような記述がある。ある日、父は販売契約成立を祝って、道端の酒場で大酒を飲んだ。酒場が閉まった頃、彼は何もかもをすべて盗まれたことに気づいた。ウィーラーウィルコックスは彼を首にし、彼がなくしたものの弁償を要求した。 この話は当然ながら広まったため、父は別の定職を得るのに1年以上かかった。後にワトソンは飲酒について IBM で厳しい規則を実施する。ジュニアはさらに次のように記している。この逸話は父が数万人の従業員に規則を強制したことを説明するのに役立っただろうが、あまりにひどい話なので IBM の伝承とはしなかった。 次の仕事は評判の悪い工業士 CB バロンが創業したバッファロービルディングローンカンパニーの株を行商する仕事だった。生涯メソジストだったワトソンはその仕事に就いたことを後悔した。バロンは集めた資金を持って失踪した。その次はバッファローで精肉店を開業したがすぐに失敗し、ワトソンは金も食もない状況となった。 生肉店には新たに分割払いで購入した NCR 製キャッシュレジスターがあり、生肉店の新しいオーナーへの分割払いの引き継ぎを手配する必要があった。そのために NCR を訪れた時、ジョン・ J ・レンジという人物に会い、仕事はないかと相談した。NCR に就職すると決意したワトソンは、レンジを何度も訪問し、ついに1896年11月、 販売見習いとして雇われることになった。NCR 社長だった、ジョン・パターソン・ジョン・ヘンリー・パターソン率いる NCR は、当時の主要な販売組織の一つで、バッファロー支店長のジョン・ジェレンジは、ワトソンの父親的人物となり、ワトソンは、彼の販売と管理のスタイルを学んだ。1952年のインタビューでワトソンは、レンジから最も多くのことを学んだと述べている。 レンジに導かれ、東部で一番のセールスマンと言われるようになり、週に100ドルを稼ぐようになった。数年後、ニューヨーク州ロチェスターの苦戦している NCR 代理店を任された。エージェントとして35%のコミッションを得るようになり、NCR のナンバー2だったヒューチャルマーズに直接報告するようになった。主要な競合相手だったホールウッドを叩くため、 時々ホールウッド製の機械を使っている店に行って、破壊工作するなどの手を使い、4年で、ロチェスターでの NCR の独占を築いた。その手腕を買われ、オハイオ州デートンの NCR 本社に配属となる。本社で、ワトソンに割り当てられた仕事は、中古キャッシュレジスター市場での競争相手を打ち負かすことだった。その手法は胸を張って、合法と言えるものではなかった。 伝えられるところによると、ワトソンは NCR の資金を使って NCR とは一見無関係を装った会社、ワトソン S キャッシュレジスターセカンドハンドエクスチェンジをマンハッタンで立ち上げた。NCR からの無制限な資金供給を背景として利益を上げるのが目的ではないため、徐々に市場を独占していった。競争相手が弱って買収できるようになったら、 即座に買収した。その後フィラデルフィアに移って全米各地で同様の手法で中古市場の独占を図り NCR は新品の市場ですでに確立していた独占に近い状態を中古市場でも作り出すことに成功した。1908年中古市場事業が通常の営業部門に統合されるとワトソンは営業副本部長に就任。 1910年には営業本部長に昇進し、新製品開発も担当するようになった。この問題のある中古販売ビジネスについて、ワトソンは後にその意味をよく理解していなかったと主張している。実際、与えられた仕事に没頭するあまり、パターソンの辛抱を完全には理解できなかったと考えられないこともない。それでも、 これは明らかに独占禁止法違反だった。1912年2月22日、パターソンを含む NCR の管理職30名と、共に、ワトソンは独占禁止法違反で起訴された。後半の6ヶ月前、後に妻となるジャネット・キトリッチと出会っている。そして後半が終わった2週間後の1913年2月13日に、結婚した。 裁判では有罪を宣告され、5000ドルの罰金とマイアミ軍刑務所での1年間の習監を言い渡されている。罰金は判例から予想されていたが、習監は予想外で、ワトソンは控訴した。一方でパターソンは、オハイオ州デートンの1913年の洪水の際に人道援助を行っており、酷訴が退けられている。同様に、 ワトソンの控訴は成功し、先の氷決は控訴審まで破棄された。しかし政府は控訴審を開く手間をかけないことを選択し、1915年にワトソンはすべての権利について無罪とされることになった。行き過ぎはあったが、NCR の販売手法は事務機器を販売するにあたっての最も効果的なものであった。例えば、販売特約天網の整備。 直販営業部門の整備、セールスマンの部外性とノルマ性、事務機器会社として、世界初の開発部門の整備などである。当時の風潮として、事務機器を売るなら、n c r のセールスマンを雇えばよいとする考えが、業界に存在していた。したがって、裁判係争中のワトソンが後に IBM となる、会社に交待遇で迎えられたのも不思議なことではない。 CTR 社のロゴ解消当初の IBM のロゴ1914年5月1日、コンピューティングタビュレーティングレコーディングコーポレーションの事業部長に就任。CTR 社は、ハーマン・ホレリスのタビュレーティングマシーンズ社などが母体となった企業で、当時1300人の従業員がいて、年間900万ドルの売り上げだった。翌年には社長に選ばれている。1924年、 社名をインターナショナルビジネスマシーンズに解消。ワトソンはこの会社を強力に育て上げ、1952年には連邦政府から独占禁止法違反で訴えられるまでになった。当時、IBM は全米のタビュレーティングマシンの90%を所有して顧客にリースしていた。1956年に指揮をしたとき、IBM の売り上げは 年間8億9700万ドル、従業員数は7万2500人にまで成長していた。ワトソンは自身の職務の最重要部分は販売部門の動機づけと心得ていた。セールスマン養成学校の IBM スクールを設立し、NCR の販売手法など彼の販売理論を教え込んだ。社では彼への個人崇拝が広まり、全社に彼の写真や シンクのモットーが掲げられた。坂ではワトソンへの賛美が歌われた。1929年の世界恐慌に際しても、ワトソンが導入した賃貸性により、IBM は新たな販売が滞ってもすでにリースしている多くの顧客から安定した収入が得られるため、不況にも影響を受けにくい体質ができていた。また、IBM の安定経営を支えるものとして、 パンチカード自体の販売がある。顧客は機械が紙詰まりを起こさないようにするために IBM 製のカードを購入しなければならない。これはカメラも販売するフィルム会社や電気紙ソリと会話を販売する会社などと同じ発想である。ワトソンは新規販売が激減しても強気で工場をフル稼働させ大量の在庫を抱えた。しかし、 フランクリン・ルーズベルトが大統領となり、ニューディール政策が実施されるにあたって、全国の労働者の雇用記録を整理する必要が生じ、そこに IBM の在庫が大量に導入されたのである。生涯にわたって、ワトソンは外交面でも事業面でも国際関係に深い興味を持っていた。フランクリン・ルーズベルトのニューヨークにおける非公式な大使として知られ、海外からの政治家を しばしば接待した。1937年、国際商業会議所の代表に選ばれ、同年ベルリンで開催された各年会合で、ワールドピース・スルー・ワールドトレードと題した基調講演を行った。このフレーズは ICC と IBM のスローガンとなった。IBM のヨーロッパ子会社でホマクは、ナチスドイツの国勢調査のためのパンチカード機器を提供した。 この危機はドイツにとって不可欠だったため、デホマクはドイツによる外国企業接収政策の例外とされた。デホマクの製品はユダヤ人の識別にも使われた。上述の国際商工会議所が開催した1937年の会議でベルリンを訪問した際、6月28日にドイツ首相アドルフ・ヒトラーと会見を果たした。 ワトソンはヒトラーに平和を訴え、不戦の約束を取り付けた。この報読でヒトラーからイーグル・ウィズ・スターメダルを授与されている。外国人に許される勲章としては2番目に好意のものである。これらの動きによりアメリカ企業の対独進出はいくらか回復した。またソビエト連邦ともビジネスで関係を持った。しかし、 ヒトラーはワトソンへの約束を無視し、第二次世界大戦が勃発した。ワトソンはメダルを返還し、海戦を避難した。ヒトラーはこれに起こり、ワトソンの入国を禁止し、デホーマクの重役をナチと関係者にすげ替えた。ただしその交換条件としてデホーマク株の所有権は認められ、引き続き配当が支払われた。また、 デホマクへのパンチカードの供給は占領下のヨーロッパにあった IBM の支社を経由して継続しており、衛星中立国であるスイスの IBM 支社長を経由して、デホマクについての法的権限を維持しようとした形跡が後に見つかった文書で明らかとなっているが、それにワトソンが直接関与していたかどうかは不明である。同じ頃、IBM は 米国の戦争準備と戦争に深く関与した。社を挙げた戦争支援が行われ、軍用に多数のデータ処理装置を生産し、アナログコンピュータの実験も行った。またワトソンは1%ドクトリンという方針を打ち出し、米軍向けの物資供給では1%以上の収益を上げないことを明言した。軍に入隊した社員へは給与の4分の1が支払われ、 軍向けの収益は全額が戦死した社員の遺族への基金とされた。ワトソンは戦争の進展に個人的に強い関心を持っていた。長男のトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアはアメリカ陸軍航空隊に入隊し爆撃機のパイロットになっていた。しかし間もなくフォレット・ブラッドレー少将に見込まれ、副艦権専属パイロットとなった。 ブラッドレイはソ連へのレンドリース法関連物資の輸送責任者だった。また、末っ子のアーサー・ K ・ワトソンも戦争中に陸軍に入っている。トーマス・ J ・ワトソン・シニアの墓・ワトソンは出身地にも近く、IBM の拠点にも近いビンガムトンに大学を創設する計画に関与した。1946年には IBM が土地と資金を提供して、 シラキュース大学の文校としてトリプルシティーズカレッジが創設された。この大学は後にハーパーカレッジと呼ばれるようになり、最終的にニューヨーク州立大学ビンガムトン校となった。同大学の応用科学科はワトソンの名を冠している。終戦の頃からワトソンは些細なことで激怒するなど情緒が不安定になり、周囲との圧力が増した。 空軍から IBM に戻った長男のトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアとの対立も激しくなった。ワトソンは1949年9月に IBM の名誉会長に就任した。同年、トムは副社長に就任している。朝鮮戦争をきっかけにトムは軍向けのコンピュータ事業へ大規模な投資をしようとしたが、ワトソンはリスクを恐れ消極的だった。1952年には、 司法省が独占禁止法違反で IBM を訴えた。IBM は当時、米国内のタビュレーティングマシンの90%のシェアを持っていた。トムはワトソンの反対を無視し、独断で同意にサインした。しかしワトソンは秘書を通じ、トムに100%お前を信頼し評価すると伝えた。1956年5月8日、ワトソンは IBM の経営権をトムに引き継いだ。翌月、82歳で死去。死期を悟ったのだろうとトムは語っている。ワトソンは1913年4月17日、ジャネット・エム・キトリッチと結婚。二人の息子と二人の娘を設けた。トーマス・ J ・ワトソン・ジュニア・ IBM の会長職を継いだ。ジミー・カーター政権では中ソビエト連邦大使を務めた。ジャネット・ワトソン・アーウィン。 ジョン・ニコル・アーウィンと結婚、ヘレン・ワトソン・バックナー、ニューヨーク市の有名な事前家となった。アーサー・ K ・ワトソン、IBM ワールド・トレード・コーポレーション社長。あとに中フランス大使。ウィリアム・タフト政権時代に告発されウッドロー・ウィルソン、政権時代に無罪確定したことから民主党員となり、ルーズベルトの熱心な支持者だった。民主党内でも最も有名な実業家だった。 1933年6月6日、コロンビア大学の評議員に就任し、亡くなるまで熱心に勤め、ドワイト・ディ・アイゼンハワーの学長選での工作を行った。1940年代にボーイ・スカウト・アメリカ連盟の運営委員会の委員となり、一時期は国際スカウト委員も務めた。1944年にはシルバー・バッファロー賞を授与された。 1990年、ジュニアアチーブメントの US ビジネスホールオブフェームに選ばれた。ワトソンは1943年に、コンピュータは全世界で5台ぐらいしか売れないと思うと言ったとされているが、証拠は不十分である。オーサー・ケビン・メイニーは引用のもとを探したが、ワトソンのどのスピーチや文書からもその文章は見つけられなかったし、当時の IBM に関する記事などを見ても、 そのような言葉は出てこない。インターネット上で初めてこの言葉の引用が見られるのは1986年のネットニュースでのことで発信元はコンベックスコンピュータであり、アイシンクゼアイズ、エワールドマーケットフォーアバウトファイブコンピューターズ、リマークトリブヤテッドツートーマス・ジェイ・ワットソン、1943と記されていた。別の引用は百八十五年五月十五日。 サンディエゴイブニングトリビューン氏の記者ニール・モーガンのコラムである。さらに、初期の引用として、クリストファー・サーフとビクター・エス・ナバスキーの1984年の著書座エキスパーツ・スピークがあるが、これは、モーガンとラングフォードの著書ファクツファロシースからの引用とされている。アンドゥズ・オブ・ザ・ヒストリー・オブ・コンピューティング氏の編集者、 エリック・ウェイスはこれらの引用をいずれも疑わしいと1985年の時点で記している。1985年、この話がネットニュースでワトソンの名は出さずに話題になった。議論の発端は不明だが、ケンブリッジ大学数学教授、ダグラス・ハートリーの1951年頃の次の言葉がよく似ているという話が出ている。私は微分解析器を イギリスで初めて作り、誰よりも、その特殊なコンピュータの利用経験のある、ダグラス・ハートリー教授に会いに行った。彼は、個人的意見として、この国で必要な計算は、当時一つは、ケンブリッジで、一つはテディントンで、一つは、マンチェスターで制作中だった三つのコンピュータで、まかなえるだろうと言った。彼はまた、誰も、そのようなマシンを所有する必要はないし、 そもそも購入するには高すぎるとも言っていた。ハワード英検も1952年に似たような言葉を残している。あちこちの研究所にハンダースほどの大規模コンピュータがあれば、この国のあらゆる計算の要求に対応できるだろう。この誤った引用は5代ではなく50代と言い換えられることも多い。なお、この話は1973年にはすでに、 伝説として語られており、エコノミスト誌によく引用される世界中で5台のコンピュータで十分という予言をワトソンが決してしなかったことは明らかというメイニーのことを引用している。一般にこの引用句は間違った予言の例として挙げられるが、ワトソンが1943年にこれを言ったとすれば、ゴードン・ベルが悪夢の50周年式典の基調講演で述べた通り、少なくとも その後10年間については正しかったと言える。IBM アーカイブスフリークエントリーアスクドクエスチョンズではこの件についての疑問に答えている。それによると答えはノーで当時社長となっていたトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアが1953年4月28日の株主会議で IBM701 について述べた言葉が元ではないかという説を記している。IBM701 は IBM 発のコンピュータ製品で科学技術計算用に設計されている。彼はその会議で IBM はそのようなマシンの開発計画を策定しそのようなマシンを使う可能性のある20ほどの場所に説明に回った。なおこのマシンは月額1万2千ドルから1万8千ドルでレンタルされるものであって右から左へ売買されるようなものではない。 我々は、この巡回で5台の注文を予定していたが、結果として18台の注文を得たと述べたという。なお、ワトソンジュニアは後に事前に若干異なる話を載せており、確実な注文は11台、他に、見込みがありそうな顧客は10箇所だったと記している。もっとシンクを NCR 時代から使っており、CTR に移ってからも使い続けた。 その後の現在まで続く IBM のモットーの由来である。IBM がアメリカで最初に商標登録を行ったのはシンクであり1935年6月6日のことである。これは定期観光物の名称としての登録であり、IBM が社名ロゴを商標登録するのはその14年後だった。1940年の電気記事ではこの単語は IBM のすべての建物のすべての部屋の壁に目立つように貼ってある。各従業員はシンクと書かれたノートを所持しており、何かひらめくとそこに記録する。車用便箋マッチ、メモ帳などあらゆるところにシンクと印刷されている。シンクという月刊誌が従業員に配布されていると記している。IBM の企業文化として浸透しているとされており。 ノートパソコンのブランド名シンクパッドも発想のもとにシンクがある。2008年 IBM ミッドアメリカインペロイス・フェデラルクレジットユニオンはシンクミューチャルバンクに解消した。ありがとうございます。